ですね、3年経ってからだと別に平勇気をモデルにしてもらっても全然いいとは思いますね。まあ、量を減らしますしですね、その辺はやっぱりその一番やりやすいようにやってもらえばいいと思いますし、まあ、ただ土が硬い方とかですね、砂地の方は全然いいと思いますけど、やっぱり粘土の方だとやっぱり嫌いですとかの方がやっぱ向いてるとか、その辺はありますね。まあ、正直やってみないと分からないところはやっぱりあると思うんですけど、まあ、ただその、まあ、キラグリーン S を面倒だから全部キラグリーン S でやるっていう方もそれはそれで多いですね。まあ、使い分けないでいいっていうところで、やっぱキラエースを追肥にするっていうのはちょっと物足りないところがあります。はい、かといってキラエースは元肥にはいいですね。キラ有機もそうですね。まあ、その辺が1個で済ませますよっていうところもあの一つのキーワードになります。まあ、もちろん僕たちは使い分けてほしいからこうやって3種類、カーボン資材用意してるんですけど、まあ、さっきも言ったように面積が少ない方だと僕はキラグリーン S が一番いいかなと思います。まあ、ただその、まあ、10坪以上ある方だとキラ S とキラグリーン S、 キラ S とキラ有機の組み合わせがいいかなという、まあ、そうやって、まあ、ご質問いただくとそういうふうに提案はしていくんですけど、やっぱり食味を優先させる、無農薬を優先させる、まあ、どちらを取るかですね。まあ、無農薬をまず優先される前はキラエースがいいですね。別にキラ有機使って無農薬でできないわけじゃないですね。ただ巻きすぎると虫のリスクがどうしてもついてくる、まあ、有機肥料ですから、まあ、その辺がデメリットにもなります。まあ、管理できる、まあ、少ない面積で家の横にあると畑で、まあ、そういうような方だと全然いいと思いますね。キラ有機を使っていただいてもですね。